KFC、ケンタッキーフライドチキンなどを展開するファーストフード大手ヤムブランズの去年10月から12月期の決算は増収増益でした。ただ調整後の一株利益は市場予想を下回っています。また既存店売上高は1年前から 1% のプラスで、こちらも市場予想を下回りました。ヤムブランズは中東地域での紛争が既存店売上高への逆風になったとし、1月から3月期についても影響が続くとしています。